その日、神々が汚された。太古の昔、この世界は九つに分かれていた。神々たちは争い、人間の住む世界にまで混乱は感染した。神兵を失った神々は、人々の中より一人の女神を使わせ、英雄を宣伝し、兵を育てるべく深海に魂を送らせた。終わらぬ戦いの日々の中で、人々はただひたすら待ち望んでいた。戦を止め、ヴァルキュリアの降臨を。神々よ、こんなことを一体いつまで続けるのだ。我々は勝ったのですね。ヴァルハラに建国を宣言する。エナス、みんなの仇だ。神ごとき少子、甘い。最も強き英雄よ、私はお前をレインフェリアとして迎え入れる。真偽私はどうすればよかった。